皆さんこんにちは、カラフィナです。カラフィナ9プラス1ツアーへようこそお越しくださいました。今夜は私たちの9年間の音楽を皆さんにたっぷりと楽しんでいっていただきたいと思っています。最後までどうぞよろしくお願いします。若菜です。さあ待ちに待った東京公演、今日はここ国際フォーラムに立たせていただいているんですけれども、今日来てくださった皆さんと今日だけの音楽を、そしてあったかくて熱い時間を一緒に作れたらなと思っております。最後までよろしくお願いします。恵子です。さあちょっとお客様のお顔見たいな。ありがとうございます。照明さん、今日はね全員と目合わせに行くから。自分はですね、ライブは皆さんと会話する場所っていつも言っていて、それはもちろんこうやってお話しさせていただく時もそうですし、音楽、歌を歌っている間も皆さんお一人お一人と心で目でつながっていけたらいいなと思っております。今日もたくさん会話してください。よろしくお願いします。ヒカルです。さて改めまして、今回のツアーは、タイトルが9プラス1ツアーといったタイトルになっております。このタイトルに込められた思いというのが、今年で9周年を迎えさせていただきました。そこから取って9、そしてプラス1というのが、今年1年間を通して、そしてこのツアー、そして今夜、皆さんと一緒にいろんなプラス1を作っていきたい、そんな思いを込めてつけさせていただきました。そしてカラフィナのこれまでの9周年の歩みを、さまざまな音楽を通して皆さんに今日お楽しみいただけたらと思っております。それではじゃあ早速ですけれども、まずはちょっと懐かしい曲からスタートしたいと思います。ファーストアルバムセブンスヘブンから明日の景色。
ああ。
ありがとうございます。続いてにお届けする曲はですね、ちょっとアコースティック の曲をお届けしようかなと思います。2曲とも今日はピアノオンリーでお届けしたいなと思うんですけれども、はい、はい、ですね、まずお届けするのは春を待つという曲です。この曲は4月にリリースした私たちのシングル Into the World メルヘンに収録しているカップリング曲なんですけれども、私はこの曲を歌っているとまるでみんな一人一人の声が残響のように残ってハーモニーを奏でているかのような、そんな気分になる曲なんです。皆さんにとってどういう風に響くのか楽しみです。聴いてください、春を待つ。
どうか君の手を縛って、未来の姿を欺く、守ることさえ知らないけど、偽りの想いでも構わない、生きてみたい自分を。Bye.
信じきっていた世界の形だって、君の周りを回り出して右の方に傾いた。この手の中に夢も何もなくて、だけど何かここにあって、胸をじりじり焼いた。恋しい人が君にも抱きしめてくれた。愛もいない夢が秩序の
Oh,
オンドラムス佐藤恭一。オンピアノ桜田ひろたか。そしてこちら側アンギター小枝田浩二。オンバイオリン河野仁。そしてオンマニピュレーター大平よしお。このメンバーで今日は皆さんにお届けしてまいりましたけれども、今日最後にお届けする曲は Into the World という曲をお届けしたいなと思います。この曲は、現在放送されている NHK さんの番組歴史秘話ヒストリアのエンディングテーマになってるんですけど、私もね番組見ててね、いろんな歴史の歴史上の人物の方がいて、いろんな方がいるんだなってやっぱり改めて番組見て思ってて、私もこういつも生活していく中でいろんな人たちに囲まれていて、いろんな方々が周りにいてくれてるから、あ、自分をこう生かされているというか自分の役割があるんだなって、なんかそんな風に思ってて、自分のこう役割とかできることをもっと探してみたいなとか、自分がそんな次に進む道はどんな道なのかなとか、そんな風に自分とたくさん会話をさせてくれた一曲でもあります。だからきっと今日この会場にいらっしゃる数の分だけ約5000人分の Into the World があるんじゃないかって思います。そんなことを感じながら歌わせていただきたいと思います。聴いてください。 Into the World。
Yeah.
って思ってたのって何だったんだろうっていつも思うんですけど、今日もね、限界超えてました。皆さんがいてくれるから超えられる限界があります。本当に皆さんが今日ここに来てくれたから今日の景色が見れました。最高の景色でした。ありがとうございました。10周年を迎えたいと思ってます。どうぞよろしく。